こんにちは、サラです。今回はですね、私がめちゃくちゃ楽しみにしていたこちらのサナなめらか本舗薬用純白スキンケア UV 下地となめらか本舗スキンケア UV 下地、こちらをレビューしていきたいと思います。発売日が2月の2日なんですけど、発売日にアットコスメストアとか薬局とかアインズトルペとか巡ったんですけど、1個も売ってなくて、公式オンラインショップで買いました。で、さっきアマゾンを見たら、2月の9日から発売ってなってました。なので早く欲しい人は公式オンラインサイトで買うことをおすすめします。なんでだろうね、店頭並ぶのも2月9日なのかな。はい、このね、豆乳イソフラボンシリーズね、みんな大好きだと思うんですけど、それの日焼け止めですね。で、2種類出てるんですけど、こちらの共通点は SPF40PA3+ で石鹸でオフすることができるっていうのと、あと皮脂崩れ防止ですね。あと、オールインワン効果が入ってて、なんと6-in-1化粧水、美容液、乳液クリーム、UV カット、化粧下地なので、洗顔の後にこれ1本で化粧下地まで完成してしまうという素晴らしい商品になってます。ではね、それぞれの違いをこれから説明していきます。まずこちらですね、こちらはですね、紫外線吸収剤オフ仕様のノンケミカル低刺激タイプで、美容液成分が 82%、 アレルギーテスト済み、皮膚科医によるパッチテスト済み、保湿成分として大豆種子エキスと大豆タンパクが入ってます。で、色は肌色。こちらの薬用純白スキンケア UV 下地は医薬部外品です。で、肌荒れとニキビ予防の効果があって、美容液成分が 78%、 さっきより少しだけ少ないです。美白有効成分の高純度アルブチン、肌荒れ防止成分のグリチルレチン酸ステアリル配合で、カラーが、トーンアップなので、ちょっと白っぽいカラーです。ざっくり言うと敏感肌向け、こちらがニキビ予防みたいな感じですね。いや、でもなんか同じメーカーからなんか色の違いだけで出てるパターンが多いと思うんですけど、なんかね、これ全然違うよね。医薬部外品で、カラーがホワイトで、紫外線吸収剤不使用のノンケミカルで肌色っていう、なんかすごく、なんか言い方はあれですけど、バラバラ、なんか珍しいです。だいたいなんか色が違うだけとかなパターンが多いですよね。はい、中身はこんな感じです。なんかね、こちらはいつものおなじみの豆乳イソフラボンそのものって感じの見た目ですよね。ね、こちらが薬用の方、こっちが薬用、こっちがノンケミカルです。テクスチャーはめっちゃ伸びがいい。化粧水効果もあるだけあって、すごくね、伸びがいいです。少しだけトーンアップします。少量でめちゃくちゃ伸びます。はい、この辺が薬用で、この辺が、ノンケミカルなんですけど、まあ伸ばすとあんま変わんないですね。まあどちらも少しだけトーンアップしてくれる感じなので、色で悩む必要はないかな。で、ちなみに今日ですね、こちら使いました。こっちが薬用、こっちがノンケミカル使ってるんですけど、塗ったのが昼過ぎかな、昼過ぎに塗って11時間ぐらい経ってます。で、この下地の上には薄くファンデと薄く、フェイスパウダーしかのせてないです。
で、パーソナルトレーニング行って汗かいて帰ってきて、2時間昼寝してだらだら過ごして今って感じなんですけど、すごく、まあそんな厚塗りしてないっていうのもあるんだけど、ファンデーションとか。でもなんか私混合肌で結構テカりやすいんですけど、なんかそんなに、まあ、しっとり若干こうツヤ感は出てきてるけど、そんななんかテッカテカになってないので、ちゃんと皮脂崩れ防止機能してます。これはね、ほんとすごい。正直まあ普通の日焼け止めだろうなと思ってあんまり期待してはなかったんですけど、しっかりなんか下地としての効果も発揮してくれてて、めっちゃいい。これはお気に入り。まあカバー力はねないんですけど、少しだけトーンアップしてテカテカにもならず、かといってめっちゃ崩れるわけでもなく、でしかもしっとりしてるのよ。皮脂崩れ防止系の高 SPF の下地ってキシキシしたり、あと乾燥したりするんですけど、これはもう全くそういうことはないです。キシキシ感もなしで、乾燥もしないというか、むしろしっとり。はい、この辺のメイクを落としてきたので、半分ずつ塗ってお見せしたいと思います。まずね、右側に、薬用の方。で、左側に紫外線吸収剤不使用のタイプ。すごくみずみずしいので、なんかスキンケアしてる感覚で本当に塗れます。で、みずみずしさは若干、もう本当に分かんないレベルだけど、若干こっちの方がみずみずしい感じ。まあ多分こっちの方が白いパウダーかなんかを入れてるので、ちょっと少しだけね、少しだけ硬く感じる。なんかより塗ってる感が欲しくない人はこっち側がいいと思います。こんな感じです。ちょっとこっちのライトが少し強いので、こちら側だけ少し白っぽく見えてると思うんですけど、ちょっと離れようかな、ライトから。はい、もうあんまりてかもう全然違いはないです。まあ、ほんの少し、言われてみりゃ白いぐらいで、しっとり感に関しても両方ともすごくしっとりしてていい感じです。まあでもベタベタはしないですね。で、この塗ってる感じ、化粧水感はあんまりないですね。どっちかっていうと美容液かな。なので本当にシャバシャバの化粧水をイメージしてる方はちょっと違うかもしれない。まあでもここはちょっと人によるかも。これだけで本当に化粧水いらないわって人もいれば、ちょっと化粧水込みにしては心もとないって感じる人もいるかも。はい、ということで、なめらか本舗の新作 UV 下地の紹介でした。私的にはこっちのホワイトニング UV の方が好きです。まあ私、紫外線吸収剤全然荒れたりとかするタイプじゃない、もうケミカル OK なタイプなので、ニキビ予防と美白っていう点にちょっとこっちの方が私は惹かれました。まあでも紫外線吸収剤が入ってないから使い心地が悪いとか、薬用だから使い心地が悪いとか、そのなんか違いは本当にないので、まあ、こっちの方が少し伸びがいいぐらいなので、ぜひ気になった方をね、チェックしてみてください。ということで、チャンネル登録と Twitter とインスタとオリジナルコスメブランドミラジェムもぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。